わかる？ひげが今ちょっと伸びてんの。このあごひげを少し処理するか。これあれだよ、シェービングの、ね、フォームの音だよ。ちょっと音聞かせるか。こんな音。1週間何回ヒゲを剃りますか？俺はね、ちょっとね、肌がそんなに強くないからね、1回ヒゲを剃ったら4日は放置する。それからじゃないとね、ヒゲ剃れないぐらいにね、ちょっと肌は、ちょっとね、肌を休ませてやんないとね。ヒゲを剃ったので、ふぅ。なあ、すっきりしたろ。ん？その後保湿とか、あ、それだ、スキンケアちゃんとしなきゃ。さて、まずは、最近よく使ってる、豆乳イソフラボンのミスト化粧水。これね。そう、これスプレーで霧状に。できるから、めちゃくちゃ、やりやすい。そしてこれ、これ残り少ないけど、こっちも豆乳イソフラボンの乳液。俺コットンとか使わないから、直に行く。美容系 VTuber できません。できる？俺コスメの話する？じゃあ今日のコスメはこちらっつって、あの目の前にね。そう、いやまあ俺は一向に構わんよ。紹介できるなら全部 ASMR でやってやる。ん？化粧水豪快なのにお肌弱くて、メロンつるつるの情報量多くてよくわかりません。そうかな、そんなにか、そんなにかな。メガネについた。これも拭く音ね。メガネを拭く音。普段、いや、見てみろ。メガネしてるだろ。画面を見ろ。画面を見ろ。俺はメガネをしているぞ。普段からメガネなんですが。いや、普段はね、俺メガネかけない。あのね、俺バスケやってたから、ボールがフレームに当たっちゃって、金具がさ、目の近くの皮膚をかすめて切っちゃった人を見たことあるから。ちょっとそれが怖くてね、メガネかけながらバスケはできない。し、普段から俺危なっかしい方だから、メガネかけながら行動ってできないのよ。だからこういう、あんまり動きの少ないデスクワークとかね、そういう時にしか俺メガネかけない。私生活ってそこまで困んないから、視力に関しては。ん？普段はコンタクトです。いや、普段裸眼。普段裸眼だよ。俺コンタクトしたことないんだよね、実は。でもね、眼内コンタクトってやつはやってみたい。でも高いんだよね、あれね。あれにお金使うんだったら俺免許取るわ。身分証取って免許取るわ。ん？戸籍どうすんの？まあ、いざとなったらね、ヘルレスタになの頼むよ。
それはヘルエスタの国境だからな。なんとかなる。久々の新衣装配信で、これは頑張らないとね。ヒゲが伸びてますよっと。いや、マジで誰やねん。